セミ、セミ感動して固まってるやん。めちゃめちゃ綺麗。はい、ということで今日は今日から、ゼオ家の冒険ヨーロッパ編ということでいきなりスタートしてるんですけども、今日はこちらはどこでしょうか。ギリシャにやってきてます。アテネです。マジで街中が超おしゃれ、かわいいね。うん、で今日はアテネに来るのが本当の目的じゃないんですけど、ギリシャのね地中海の島々を巡って、サントリーニ島とかザキントス島とかいろんな地中海の島を渡って、その後、ヨーロッパのね他の国に行こうと、ヨーロッパ周遊を目指しておりますので、ぜひともねこの Vlog を楽しんでもらえればと思います。僕たちもねこの今コロナ明けのヨーロッパはどうなってるかっていうのをお届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ食べていきましょう。調べている感じの情報なんだけど、今日一日チェアー、一日チェアー。なんかヨーロッパのワインがすげえ美味しくてびっくりしてんだけど、あめちゃめちゃ美味しい、ギリシャ風パスタ、これ味が謎なんか色がやばい。あとグリルオクトパス、地中海の、海鮮と、あとギリシャのね一番メジャーなスバラキ、美味しい、めちゃめちゃ美味しい。でもそう、これラム、そう、このスバラキはラムだね。全然くちゃくない。ああね、塩で食べるとめっちゃ美味しい。こっちのパスタもなんかイカスミパスタにこう、なんかこっちもシーザードレッシングらしいね。いやシーザーってさ、よくよく考えたらさギリシャ語じゃない。あーそうなの。うん、これ好き、気に入った、気に入った、スバラキ、スバラキマジであったかい。着きました、サントリーニ島。おお、来てる。おお、なんかファンキーそうな人やな。ナイスミーチュー。テキュー。来ました来ました。すごい。うわーすごい、船も来てるしさ、うわー地中海レベル食いたい。いや、まだ風景も大して見てないのに地中海レベル食いたくなった、やったー、ついに来ましたわ。いやーサントリーニ、なんかマジでインスタの世界だよね、見たまんま。ここですか。ハロー、うー、来ました来ました。お、すごい、なんか景色怖怖いぐらい高いんだけど、すごいね。このプールはなんか多分この風景を見ながら入れるんですけど、温度もね調整してくれるらしいから、ね、好きな温度言ってねっつって、でここはもう完全プライベートのバルコニー、ここにおねんねして、地中海エーゲ海を見るっていう感じでございます。ちょっと簡単にルームツアーしようかなと思うんですけども、まずね
僕らが泊まってる部屋がこちらがハネムーンスイートっていう部屋でして、でこっちがねご覧の通りこのエーゲ海が見える、プールになっております。ミニバーもね、まあ全然すごいね整ってて、こんな感じでおしゃれな棚みたいなやつもねあります。でこっち行くとなんかちょっとしたデスクワークスペースと、バスルーム、こんな感じかな、うん、っていう感じで、ここはねバスタブついてないからシャワーだけって感じかな。でベッドはねこんな感じでおしゃれな作りになっていて、でこの、まあ、と一番特徴的なやっぱりこのね壁、洞窟状の白い壁がねすごいおしゃれです。でこっち行くとスミちゃんがこのように、もうすでにくつろいでます。めちゃくちゃ風景マジ綺麗やね、改めて、白を基調とした建物、やば、時々茶色、時々茶色もしくは青、あと意外とあの地層というか地形がすごい特徴的なのは初めて知ったっていう感じでね、そうそうそう、あと標高がマジで高い、高いね、結構俺そわそわしてるもん、え、そわそわしてる、高所恐怖症だから気持ちいいでしょ、こんだけ高かった。いや、怖い、マジで超怖い、あんな下が見えるんやもんな。なんかサントリーニって感じじゃないですかそうだねまるでサントリーニみたいだねサントリーニいるんだけどコーヒーブレイクしたいとこだねまださ、階段ちょこっと登っただけなんやけど結構マジこの辺もシャッター街だね、ただ、俺らは写真撮るのが結構メインなことが多いから、なんかサントリーニでわざわざ買い物しなくてもいいっていうタイプだから、だからむしろこっちの方が嬉しいかもしれないね。でなんか街の方々がすでにおしゃれ、なんか皆さんが、あ、行こう行こう、かわいい、なんかさ地中海のこのいいとこはさ、このテラスで飯食う文化が結構好きかもしれない。あ、好き、ね、あ、うわ、どう、これ何屋さん的な、ここがさあれじゃないか、自社料理、あ、今日なんかワッフルとかサラダとか、あ、そうなんだ、なんかさギリシャ料理さ日本で食べないような味付けでさ、美味しい、結構なんかシンプルな味付けなんだけど、なんか出汁が海鮮の出汁とか、ブイヨンっていうのかな、なんかね、あと塩も美味しくない、あ、そう、塩、オリーブオイルと塩がうまい、ギリシャはギリシャ文字、グリース文字でね書いてあるんだけど、英語もだいたいメニューに書いてあるんで、まあ英語が読めりゃなんとかなりますね、まあ、英語が読めんでも Google の今翻訳機能あるからなんとかなります。お店の内装もすごい綺麗だね、ね、かわいいですね、なんかマジさ、このなんだろう、表参道みたいな感じの内装で値段が半額で味も本場みたいな感覚かな、なんとなく表参道より全然おしゃれだよ、ね、だって表参道は本物の木はないもん、ね、確かにブドウの木はだってあそこブドウなっとるもんね、ここにここブドウなっててマジおしゃれ、本物、すごいね、まあ、美味しいワインも取れる、なんか作られてるのかな、あ、そうだね、確かにワインマジ美味しいよね、マジ美味しい、なんかこっち来てマジワインのうまさ気づいちゃった、ね、日本だとレモンサワーばっか飲んでるのに、こっちではワインって、そうだね、そう、美味しそうだね、超美味しそう、お魚のなんだっけ、グリルと、What is the name? One more. Shukoro Makaronava. Shukoro Makaronaka. 何回も教えてもらっててもう申し訳ない。しかも覚えらんない。もうね、10回ぐらいこれやってる。骨を全部このお兄さんが取り分けてくれた。すごいサービスだね。本当。びっくり。お母さんみたいな。マジで。うちのお母さん並みに綺麗にそうか、スミのお母さん取り分けてくれる、骨取ってくるさあ、食べてみますか、いただきます、はい、どうぞ、ファーストバイト、これは、あれだよね、ギリシャのパスタ、スカラ マタラノーレだったかな、どう、うん、美味しい、めっちゃ美味しい、これなんだっけ、トマトとトマト、ガーリック、うん、なんか
なんだろうこれ、だしみたいな。あ、海鮮のだしみたいなのが入ってる気がする。はい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 。じゃあちょっとパスタの味を教えてください。俺がやんの？うん、前回いや言うて僕ちょっとうどん好きなんで、ちょっとパスタとかちょっとよくわかんないですよ。口に合うかな、うん、もっ待って、うまこれ。味わった今。うどんより美味しい。当たり前だ。あ、うどんに失礼か、それは。それでなんか似合ってきたよ。パスタとワインと。あ、そう、うん、ヨーロッパ染まってきちゃったな。染まってきた。ワインもガブ飲みでもワインまだお子ちゃまだからここに氷入れちゃうからガシガシに氷入れてこっちの人びっくりしてる味薄めるみたいな。そうそうそう、多分失礼だよね、めちゃんこ。これマジうまかったね、ここ。めちゃめちゃ美味しかった。なんかさ、ここ今知ったけど Google の口コミが 4.2 とか3とかで 4.7 だ。 4.7 で口コミの数が2000とかあったね。これはすごいわ、ここは。めっちゃ可愛い。おすすめでございます、こちらのお店は。うぅ、マジで綺麗。やばくないこれ、超綺麗なんだけど。すみ、すみ感動して固まってるやん。めちゃめちゃ綺麗。うわぁ、確かにベッチだね。今まで見た中で一番綺麗。こっから本番？こっから本番だ。何の本番なの？今からチェックインするだけなんだけど。わ、めっちゃ綺麗。白白白。うん、スーツケースここ持って上がるのが結構大変だから、まずスタッフの人に持って上がってもらうのがね、おすすめだね。ですね。あ、ルームです。はい。洞窟ホテルですな。これが洞窟ホテルですね、イアンの。わ、すごい、ベッドルームとキッチン。おまえ、ゴーシュ。おー、キッチン。ちっちゃいキッチンがあるよ。おお、あったかい。あったかい。暑すぎるぐらいだね。マジで超綺麗なんだけど、これ。シャレにならんぞ。白のドレスとすげえ合ってる。合ってる。うん。マジでシャレにならんぐらい映えてる。マジで何回も言うけど。にゃんちゃんが朝食に混ざろうとしてきた。なんか急に積極的になったね。多分このハム狙ってる。ハムをちょっと揚げてからというものをさ、これは僕のものじゃないんですかみたいな感じでさ、ね、参加しようとしてくる。はい、今ねここで撮ってるんですけど、マジで超いい写真撮れるんで、あの多分サントリーニといえばこのドームがあるところなんで、ここまで来た方が絶対いいかなっていう感じでございます、うん、はい、今日はサントリーニ島最終日。ご覧の通り景色は大雨でございます。うー、果たして最終日天気は晴れになるのでしょうか。晴れでした。やっと来ました。え、待って、晴れだ。 what time is it? 今ね、何時だ、3時半。わー、今日一番寒い。一番寒いね。冬なんですよ。そうなんですよ。サントリーニ島さ、8日間、うん、まあ、ここはマジで期待通り、期待以上っていう感じで、一生に一度は来たい場所って結構みんなも持ってる人多いと思うけど、ここは絶対来た方がいいな。めっちゃ YouTube でさ、スリに調べすぎてブラジルのスリ見ててどこまでのスリの情報今、安心です